皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室の先生必見、教室ジプシー&悲劇のヒロインにならないための時間管理3つのコツということについてお伝えしていきたいと思います。なかなかあれですよね。なかなかのテーマでございますね。はい。教室の先生ってすごい忙しいじゃないですか。で、まあ時間管理っていうのはもう必ず必須になってくる。まあ自分がレッスンやる上でも、あと集客をね、する上でも非常にこう大事になってくるキーワードになっているんですが、それゆえに皆さんがなかなかうまく取り組めないテーマでもあります。で、まあ、集客ジプシーと悲劇のヒロインっていうのをね、どういう意味なのかっていうのを、まあ、最初から言ってしまうと、まあ、ご本人は結局頑張ってるつもりなんですよね。だけれども、基本評価、世間の評価っていうのは相対評価なので、単純に、まあ、もっと頑張った人の方に集客って行っちゃうんですよ。目立っていたりとか。分かりやすい人のところにね。そうすると結局その自分はこんなに頑張ってるのにみたいな感じに思うと、まあ悲劇のヒロインね、私ってっていうふうになっちゃうんですけど、まずはそこがね、実際的に自分の立ち位置が業界の中でどれぐらいの位置で、他の人はどれぐらい頑張ってるのかをまあまず知る必要があって、でそれが分かった上で、まあ、自分ってどれぐらいやんなきゃいけないのかっていうのが見えてくるんですよね。でその時に絶対にネックになるの時間管理なんですよ。なので効率よく、うまくいく、目立つようにねしていくための、まあ、SNS 攻略とか戦略っていうのはその人なりきにいろいろあるんですが、少なくともその前提条件としての時間を作る作り方を知らないとですね、いくらやりたくても結局、はいブログできませんでした、はいインスタアップできませんでした、はい YouTube やろうって言ってできませんでした、結局できませんのが山積みになると結果として見つけてもらえる確率が減るので、いくら告知をしてもファンがいなければ申し込みって入らないんですよ。だからそもそも論のベースになるルーティーンをきちんとやるための時間をどう確保するのかということを今日は主にお伝えしていきたいと思います。はい、では本題に入ります。まずですね、大きなメインテーマ3つあります。その時間管理っていう中でも時間を作るということに、まあ、特化したやり方ですね。はい、それをお伝えします。まず一つ目は、スケジュール、先のスケジュールをもう入れてしまう。例えば、じゃあ今が1月だとしましょう。1月だとして4月に、ある新コースの募集をかけるって言ったら、募集告知日をもう書きます。例えば1月1日で、じゃあエプリルフールで微妙かもしれないですけど、じゃあ一応4月1日としましょう。4月1日に募集告知をかけるとすると、この3ヶ月の間何をするのか、ね、っていう話なんですね。募集告知をかけるということはページは最低でも出来上がってないといけないわけですよね。でいつ出来上がってればいいのかっていう話なんですけど、今の方たちって忙しいんですよ。先に日程を言っといてあげないと、なかなか予約とか入らなくなっちゃう、確率論の問題です。というと、例えばそのコースレッスンを申し込みをしてもらおう、6ヶ月の日程を抑えてもらおうって思うのであれば、4月1日にリリースするんだったら最低でも2ヶ月前。だから4月、3月、2月、2月1日にはリリースできている状態にしなくてはいけないですよ。そう考えると、まあ、それでスケジュール入れますよね。発表告知で、そこから募集開始で、そのための募集開始のリリースのために2ヶ月前にページができている状態を作るとすると、そのページを作って、まあ、見せていくわけですよね。本当の募集開始が4月1日のせいだったとした。
でその2ヶ月前の2月1日にできている状態を作るということは、それよりも前にそのページをどういうふうな構成にするのか、今回のレッスンはどういう内容にするのか、写真はどう撮るのか、どういうページの作り方をするのかっていう、そのページを作るためにやらなくてはいけないこととかありますよね。でそれを後ろから順番に日付を入れていきます。だからページの出来上がりが2月1日だから1月の30とかね、まあできれば23とか、私1週間前に大体設定するので、そうするとじゃあそのための写真の準備とか文章の準備とかなんやかんやを1週間ごとに区切っていくと、1月1日に気づいたんではもう遅いっていうのが大体分かってくると思います。でも必死のバッチで仕上げるんだったら、じゃあこの1週間何月何日までに、写真と文章までは作る、でそれをページに組み上げる1週間、これで2週間ですよねっていう雰囲気で作っていく。でしかも、そのスケジュール通りにいかないこととかも当然あるんですよ。自分が頑張ろうと思ってても、あの思ったより自分の速度が遅かったとかね、自分を見る自分の見立てが悪かったとか、あと誰かね、家族が病気になったとかで病院の送り迎えが入っちゃったとかっていうことになるので、スケジュールのパツパツじゃない7割か8割ぐらいでできるような日程を本来は立てておいた方がいいですよ。なのでまずやれてない方とか、時間がどんどんなくなっちゃう方、集客うまくいかない、失敗するっていう方は、だいたい準備不足とか告知期間が短すぎる方が多いんですね。どんなに行きたい講座でもですね、行けない日付で提案されちゃうといけないんですよ。これ私が本当によくある話で、私が行きたい講座があるとするじゃないですか。で大体私3ヶ月先埋まっちゃってるケースが多いんですよ、いろいろな用事が。皆さんからそういう日程でお引き受けしたりとかするので、だから大体1年の初めには1年分のスケジュールの大きなやつはもう決まっているんですね。それは動かせないやつです。で、そこに行きたいなと思うセミナーが唐突に現れたりするときに、やりくりができるときにはもちろんやりくりするんですけど、やりくりできないときがあると諦めるしかないんですよ。これが遅いタイプの人とか遅いタイプの団体があるんですよ。2週間前に50万の講座言われてもとか、1週間前にすごく行きたくていい内容なのに、その日程を取ってくれて6回講座の6ヶ月分の講座を1週間前に言われて、いかがですかって言われても、行きたいんですよ、お金を払うつもりもあるんですよ、行けないんですよ、物理的に無理だから。だから機会を失ってしまうっていうことがどれぐらいリスクが大きくって残念なことかをまずは知ってほしいんですよ。ということは、まだ自分がそんなに有名人じゃなくて、どんなことをしても最優先で駆けつけてくれるっていう根強いファンがいない限りは、早く告知をして日程取ってもらう方が有利なんですよ。だから自分が告知を早くできるためのスケジュールを先に入れ込んで、それを粛々と仕上げていくっていうことが必要になるので、まずは有名人ではない人、もうそれを言った瞬間に埋まるほどのファンがいない人に関しては早めに言うっていうのだけでもだいぶイニシアチブが違います。要は今私が言った話のような、私がお金もあってすごく行きたい講座なのに日程が合わなければいけないんですよっていうね、そういう話。それがリアルの場合はですよ、ズーム録画とかもありますよっていう講座なら追っかけで見ようかなと思って申し込む確率はあります。だけどリアルでしか習えない講座でその日程を言われてしまうのがギリギリだと、それ私以外にもそういう人 いると思うんですよ。だからそういう講座は早く言っていただく。なので自分のスケジュールもしっかり段取りよくプロモーションというか告知をしていくスケジュールも立てないといけないので、ちゃんと順序立てて後ろからどんどん入れていく。だから大きなプロモーションの場合には、私何工程作るかな、多分 7,8 工程作りますね。リリースの日とか、それをやるための募集のページ作り、そのページを作るための素材の用意とか、
どういう形で作っていくかっていう文章とか写真の用意とかっていうのを入れていって、であとリリースの前に徐々に徐々に知らせていくのは何の媒体使っていつぐらいにやっていくかみたいな、そういうスケジュールを一個ずつ全部バラバラにして立てていくので、大きいプロモーションは下手すると半年レベルでカレンダー使っちゃうことになる、なります。大きいプロモーションは例えばその講座自体も作っていくっていうことになると、例えば私今新しく作ってる講座75本の動画作んないといけないんですよ。ってことは75本の動画をいつまでにどういう状態でどういうクオリティで作っていくかって粛々と、何日に何本とかぐらい入れていかないと終わらないっていうのがあるので、まずねスケジュールを入れること、で大体時間がなくてできませんでしたっていう人ほどスケジュールを入れてない、もう必達のスケジュールとして入れるっていうことをまずはやってみるっていうのが必要なので、まずスケジュールの先取り、これ1番です。で2番、2つ目が、余裕を作るっていうことですね。だからさっき言ったように8割とか7割レベルで完成するようにスケジュールをもともと余裕を取っとく。そうすると突発的な事情があってもどうにかなるじゃないですか。だから余裕を作るっていうことですね。後で狂っても大丈夫っていうぐらいに作っておく。だからスケジュールって結構余裕を持って作る感じになるので、もうそもそもリリースがとか募集をかけなきゃっていうのがギリギリになって、だいたいこう募集をかけるタイプの人はこれができていない。でこれができないとどういう残念なループにはまるかっていうと、冒頭にお伝えした集客ジプシーと悲劇のヒロインになっちゃうんですよ。なぜかっていうと準備ができてないですよね、ほとんど。っていうことはまず今みたいに日程がダメな人がまず来れない状態になるんですよ。で、急に募集告知かけるもんだから、当然行く方とかも心の準備もできてないから、そのお金の算段がつかない人もいますよね。先だったらお金どうにか用意立てでやれるっていう人がいても、いきなり今ね、それこそ50万とかだったら無理じゃないですか、用立てるのが。いや普段からお金に余裕がある人だったらいいですけどね。だけど用立てるのが無理だったらそこでも諦められちゃう。だけどそれが3ヶ月先ぐらいとか2ヶ月先ぐらいだったら、あ、こういう売上が立つから、そこの中からこれぐらいの金額は学びにお金を使おうとか、お稽古ごとに行こうっていう計画立てられると、このお金を先取りしてもらえますよね。それもできなくなっちゃうから、早く言うっていうのは大事っていうことなんですよ。で言えなかったらどうなるかっていうと、そういう人たち全部ダメになっちゃう。で少ない期間で少ないファンで売ってこうとするから、リリースしました、頑張って告知しました、ゼロでした、落ち込みますって言っちゃうんですけど、そもそも準備が足りないっていうのが大きな要因で、今言ったみたいに行きたくても日程が合わない、金額が今用意できるの無理とかっていう人は申し込まないんですよ。だからそのチャンスをものすごく減らした状態で自分が準備をしているのに申し込まれない、この講座は悪いんじゃないかとかねいやギリギリに発表してますよねっていうのが多かったりとかね、一生懸命告知してるのにね、いや急に言われてもね申し込まれないんですよ。で申し訳ないんですけど、申し込めない人って声は上げないんです、申し込まないから。とすると本人は本当に申し込まれなかった理由を勘違いするケースがあるんですよ。これ怖いんですよ、勘違いするケースがある。講座はすごくいいのにタイミングが合わないだけで申し込めない人は声も出さないし言わないんですよ。まあ、どうしても行きたかったら他の日程ありませんかとか言ってくる人いますけど、稀です。としとこの人どういう誤った判断するかっていうと、ものすごくいい講座ができてるのを売れないと勘違いして講座作り直しちゃうんですよ。そしてまた売れない講座を作って、またギリギリに告知して、でまた売れないんですよこのね無限ループに入っちゃう可能性があるのが準備不足の人です。だからしっかり予定を立てて告知をするだけでも、よく作ってあるものであればですよ。特に私のクライアントさんなんかは一緒に大体作ったりとかしてリサーチして作ってたりしてるんですよ、数ヶ月とかかけて。で正しく告知して正しい相手に売れば売れる内容になってるんです。
だけど最後の詰めが甘いというか、告知の日程を間違えちゃうと、それだけで確率が 80%、 申し込まれる確率 80%、 下手すると 90% ぐらいまで下がります。だから 100% でいけるのか 10% で勝負するのかって、この運命の差を理解してもらったらいいかなと思うんですね。それによって申し込まれないわけですから。なので、あの、口座が悪いって言って手を入れちゃう人がいるんですけど、いやいや、そもそもリリースが遅かったら反応できる人もできない場合だってあるよっていうのは最初に見直してほしいところなんで、あの、余裕を持ってちゃんとスケジューリングをして、何日までにこう、できてるな、できてないな。だから、あの、大きなプロモーションは6ヶ月スパンです、通常は。はい、そういう形で準備している先生は 1% 以下ですね、私が知ってる限りでは。はい、そんなイメージがあります。っていうことは逆に言うと、自分が 1% レベルの人になれば普通に売れていくっていうことです、物が良ければね。はい、っていうことが2つ目です。で、3つ目は必ず期限を守る癖をつける。これね、一番難しいかもしれない。自分との約束って一番破りやすいんですよ。これは私も自分自身の自戒を込めて言ってます。難しいんですよ。だってクライアントさんが困ってたら、その人のために考えたり作業してあげたりする時間使っちゃいますから、狂うんですよ、予定が。私が自分で立ててた自分の仕事の予定が。だからなるべくその緊急のものでどうしてもやらないとダメな時はやりますけど、全てに手を貸さないということですね。で、私は私の予定を粛々と進ませないと、それはそれで困っちゃう方がいらっしゃるんですよ。例えば私、本も書きますけども、工程表書くんですけど、その工程表を書いてる最中だって飛び込みでいろんなね、処理しなきゃいけない仕事とかポンポン入ってくる時あるんですけど、それをこなしながら書いていかないといけないんです。っていうことは、こなしながら書いていけるスケジュールにしてるっていうことです、もともと。なので、あの、余分な用事が入ってきても、3割入ってきても大丈夫なように組んであるっていうことです。だから結果として仕上げの日程よりだいたいいつも2週間早く提出するんですけどね、原稿の方は。で、それはなんやかんやで守る、必ず守る、途中経過もずれてきたら直すということは、皆さんも一旦決めた日程がずれてきたら直す癖をつけないと、ああ今回もうまくいかなかったな、あ、私って意志が弱いし、てへーとか言ってる場合じゃないんですよ。途中絶対にそれを戻していくっていう癖だから、細かくスケジュール区切っていく方がいいんですよ、途中直していけるから。これ1ヶ月遅れたら、1ヶ月分の遅れ取り戻すのすごい大変だけど、1日の遅れ取り戻すのはそこまで大変じゃないんです。だから、それが大概後になってできませんでしたっていう人は、大抵その放置ですね、どん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 期限がずれていくのを放置するタイプです。だから必ず約束、時間を守るっていう癖をつけるっていうことをしないと、いつまでたってもできない人になってしまうから、案外、まあ、そのスケジュールの一番のね、スケジュールを入れる、で、あと余裕を作りながら作る2番目のであるんだけど、一番大事な3番目です。決めた自分との約束とスケジュールを守る。この癖がない人はいつまでたっても時間に追われて、やっつけ仕事をして忙しくって、売り上げも上がんなくって、もう最悪なループですよ。時間の軸がずれちゃうだけで、あの、それぐらい時間がいいタイミングでリリースできてるかできてないかっていうのは、売上上にものすごく大きな影響があるので、そうするためにはきっちり自分との約束を守っていくっていう癖をつけないとダメということになります。はい、なので、すごくね、シビアなところでもあるんだけど、これを守れてる人と守れてない人はそのまんま売上数字に出てきます。自分との約束を守れて、日程をきちんと守れて、正しくリリースすることができて、いい構造を持ってる人だったら売れないはずがないんですよ。売れないはずがない。うん。
っていうことから考えると、そこをやらないっていうだけで、もうずっとやっつけ仕事と自転車操業の繰り返しなんで、どっかで断ち切るときしんどいんですよ。どっかで、だって今まで自転車操業してた人が今の自転車操業プラス先のことを見越してやるわけですからね。なので、自転車操業してる人って今のお金を失いたくないから、なんか言われたのにね、反応してどんどん予定入れちゃうんですよ。なんかこれ習いたいんですけど、あ、わかりました、やります、こんなの先生やってくれます、わかりました、やります。そうすると計画がないからどんどん入れちゃうと、結局それで忙しくなって未来の仕事ができなくなるんですよね。だいたい未来の仕事を普段からしていくようにやる部分のね、未来のことを考える時間っていうのがやっぱり月の中の2割か3割だから、そこまで入れちゃいけないんですよ、フル稼働で。はい、その時間が取れなくなるから。悪循環を断ち切りたかったら、未来の仕事を考えるする時間を作るっていうのを絶対に作らないとダメです。これは私も自分の反省も込めてやってます。うっかりそのバッファにね、入れたくなっちゃうんですよ、なんかチャンスっぽい仕事をね。それがもう、これを逃すとこの大物と一緒にもう仕事ができないっていう、ものすごい優先順位が高いものはそこのバッファ全部使ったってやりますけど、大概そうじゃないですから、思いつきで先生習いたいですやりましょうか、先生習いたいですやりましょうかっていう、もう御用聞き状態と駒使い状態ですね。だから生徒さんの駒使い御用聞きにもなり、自分の時間に対しての駒使いと御用聞きにもなるから、主体的にお金も時間も動かしてないから、いつまでたっても奴隷的な支配のループから抜けることができなくって、挙句の果てには集客ジプシーになっちゃうし、悲劇のヒロインになっちゃうんですよ。なんでそれを断ち切るためのね、方法3つお伝えしたので、ちょっとね、ご自身のね、生活状況をちょっと見直してみていただけるといいかなと思います。はい、それでは本日のまとめです。教室の先生必見、集客ジプシー&悲劇のヒロインにならないための時間管理3つのコツ、1つ目、スケジュールの先取りをする。2つ目、余裕の時間を作りながらスケジューリングをする。2対8ないしは7対3で余裕を作っておきます。3つ目、必ず決めた期限を自分で約束を守るっていうことですね、という癖をつける。いろんなことによってできないこととかあると思いますよ。10個中10個も漏れないのはどうかと思うけど、10個中2個ぐらいはっていうのは、場合によっては仕方がないかなっていうふうに思いますので、まずはこの習慣化をして無限の残念なループから抜けられるようにされる方が増えることを祈りたいと思います。はい、それでは。